新型コロナウイルスについて県と奈良市は今日1人の死亡と新たに1971人の感染が確認されたと発表しました新たに確認された感染者は1971人で1日当たりの新規感染者の数は前の週の同じ曜日を900人以上上回りましたなお年代別では20代から50代までが半数以上を占めたほか 70代が100人を上回っていますまた70代男性の死亡が発表され亡くなった人の累計は693人となりました最後に県内の病床使用率です重症対応病床で42%これを含めた入院病床全体では68%宿泊療養室は10%となっています